はいどうも、こんにちは、こんばんは、リーダーです。はい、今日はね、週刊 MTG 注目カードランキングの7月4週目の紹介をしていこうと思います。はい、というわけで早速トピックスですけども、今週のトピックスは、8月25日に史上最大のアナウンスデーがあるという告知が、ウィザーズの公式からされましたね。はい、こちらね、急遽、マジックのね、公式アカウントから、こういったね、ツイートがあったわけなんですけども、こちらに対してね、今非常に様々な憶測が飛び交ってるような状況で、まあ、過激な意見だとね、その、紙のマジックのサービスが終了するんじゃないかとか、で、あと、再録禁止ポリシーが、破られるんじゃないかと、この史上最大のアナウンスというところに、かなりのね、警戒心が高まっているような状況となっております。で、こちらに関してはね、ちょっと僕も意見を言わせてもらおうかなと思うんですけど、ちょっとね、長くなっちゃうので、動画のね、最後の方にお伝えさせていただこうかなというふうに思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。はい、それでは早速まずね、今週のランキングの方に参りましょう。はい、ではまず今週の第5位ですね。今週の第5位はこちらになります。はい、今週の第5位は、イニシエの墳墓になります。こちらに関してはね、まあ、以前にも紹介したカードですし、まあ、有名なカードなのでね、ご存知の方は多いとは思うんですけども、まあ、タップでね、無色2マナを出す代わりに、自分に2点ダメージを与えるというところで、まあ、1個のね、土地から2マナを生み出せる強力な土地なんですけども、今ね、こちらの注目度がじわじわと上がってるような状況になります。で、理由としては、やっぱりね、そのウルザの物語を手に入れたことによって、強化されたファクト系デッキの影響が大きいかなというふうに思います。で、主なデッキとしては、ウルザズレガシーだったり、MUD、あとはまあサルベージャーコンボなどですかね。で、ただし、まあ、これらのデッキはね、現状トップメタというわけではなく、まあ、ティア2、ティア3ぐらいのデッキなので、まあ、めちゃめちゃ高騰してるっていうわけではないんですけども、まあ、徐々に緩やかに価格を伸ばしているような印象です。で、まあ、その結果もあり、今ね、レガシーで最も使用されてる土地としては 21% で、現在12位という形になってますね。まあもちろんね、こちらレガシー以外でも、もしね、EDH のランキングがあったとすれば、最も使用されてる土地多分トップ5に入るんじゃないかなっていうぐらいの採用者の高いカードなので、まあ今ね、EDH に関しては、一時に比べるとね、盛り上がりもだいぶ落ち着いてきた印象ではありますけども、そちらの需要による底支えにはなってるかなというふうには思ってますね。よって、現在ね、価格が4410円と、という形になってますけども、こちらに関してはね、買いでもいいんじゃないかなというふうに思います。で、理由としては、まず海外の価格見ていただきたいんですけども、海外の価格が現状56ドルということで、日本よりもね、1500円程度高い水準になってるんですよね。で、こちらに関しては、レガシー需要で上がってるというよりは、もともとね、海外の方が、やはり EDH 需要が高いことによって、乖離が生まれてるものかなというふうには思うんですけども、で、こちらに関してはね、直近の最落が、アルティメットマスターズ。で、一応そのゼンティガーライジングでも、ボックストッパーにね、封入されてたこともあるので、まあ、もうしばらく、再録の機会はないのかなというふうには思ってますので、まあ、レガシーがね、EDH なんかで欲しいと思ってる方に関しては、今のうちに購入しておいてもいいんじゃないかなというふうに思います。よって基準としては、4500円以下であれば買い、5000円以上で売りぐらいの基準がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、では続いて今週の第4位ですね。今週の第4位はこちらになります。はい、今週の第4位は石鍛冶の神秘化になります。こちらはね、もうことあるごとに注目されて、まあ、高騰してきたカードなので、まあ、何度も紹介しているので、効果に関してはね、割愛させていただきますけども、こちらに関しては、モダンホライゾン2でカルドラコンプリートがね、登場してから価格を一気に上げ、まあ、そこからね、瞬間的な需要かなっていうような下げを見せるんですけども、その後もね、価格を上げていて、結果的にグラフ的には綺麗な右肩上がりになっているような状況ですね。で、こちらが高騰している理由としては、モダンレガシー需要が大きいですね。で、特にはやっぱモダンかなというふうに思うんですけど、今ね、石鍛冶の神秘化が使われている、主なね、モダンのデッキとしては、青白をベースとして、ジェスカイ、バントなどの派生を見せる多様な石鍛冶デッキ、そして、まあ、モダンホライゾンで新たに登場した白黒ブリンク、で、あとはハンマータイム、そしてデスタクなど、非常に幅広い強力なデッキに採用されていて、現状採用率 16% で最も採用されているクリーチャー6位まで上昇しているような形なんですよね。で、これによって価格が反応を見せているような状況で、現在の価格が5590円という形になっております。
で、こちらに関してなんですけども、まあ、こちらもね、欲しい方は買いでもいいんじゃないかなというふうに思ってますね。で、理由としては、これもね、まず海外の価格見ていただきたいんですけども、海外の価格現状65ドルということで、こちらよりもね、海外の方が1500円程度高い水準になっております。で、こちらもね、直近の再録がダブルマスターズということもあって、まあ、少なくとも向こう1年は再録の可能性はかなり低いのかなというふうに思ってまして、で、特にこちらに関してはね、その需要の幅が非常に広くて、その新たなね、装備品が入ってくればさらにまた注目されていくっていうところも考えると、まあ、今後の発展性、汎用性が非常に高いので、まあ、今後も上がっていく可能性は十分にあるだろうというふうには思ってますね。で、よって基準としては、6000円以下であれば買い、7000円以上で売りぐらいの基準がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、では続いて今週の第3位ですね。今週の第3位はこちらになります。はい、今週の第3位は、イケる願いですね。こちら初登場のカードなので、こうご紹介すると、2マナのソサリーで、ゲーム外からあなたのオーナーであるクリーチャーカードか土地カードを1枚選び、それを公開してあなたの手札に加えると。で、その後、生きる願いをゲームから取り除くよと。ということで、最近のカードで言うとね、まあ、カーンだったり、まあ、願いのフェイみたいな感じでね、サイドボードから状況に応じたカードを持ってくる、いわゆるシルバーバレット的なね、戦略を行えるようなカードの、代表格ですね。で、今ね、こちらの注目度が上がっていて、で、理由としては、レガシーのアルーレン、そしてエンチャントレスに採用され始めていることが要因かと思われます。で、アルーレンに関してはね、まあ、フォーゴドンレルムで、アーチリッチ・アサーラックが登場したことによって、まあ、実質ね、2倍コンボができるような状況になったので、サイドにね、アーチリッチ自体を1枚積んでおいて、いつでも持ってこれるようにしておいたり、まあ、本来のね、シルバーバレット的な使い方で、まあ、状況に応じて、忍耐だったり、カラカスなどを持ってきて、柔軟に対応することが可能となってます。まあ、エンチャントレスの方に関しては、基本的にはね、シルバーバレット的な感じがメインだとは思うんですけども、エンチャントタイプを持つね、クリーチャーとかも多かったりするので、まあ、デッキとのシナジーもありつつ、より対応力が上がっているというような感じかなというふうには思いますね。その結果現在の価格最安値で700円という形になってるんですが、こちらに関してはもう今在庫が枯れてるような状況になります。で、一番ね、直近で売れた履歴を見てみると、まあ、1000円かな ?1000 円でも、売れてるような状況で、現在在庫なしというような状況になっていて、で、こちらに関しては、まだね、今後上がっていく可能性全然あるとは思うんですけども、基本は売り目線でいいと思います。で、理由としてはね、まず海外の価格見ていただきたいんですけども、海外の価格現状 0.75 ドルということで、実は海外では全然反応してないんですよね。で、これに関しては、まあおそらくね、日本の動きに反応して、海外も上がってくると思うんですけど、まあさすがに日本ほどまで一気に高騰するってことはちょっと考えづらいのかなというふうに思ってますね。で、あとはまあその日本のね、在庫がないというところで、今後のね、ショップの買い取り価格にはかなり期待が持てるんじゃないかなというふうに思います。で、あとは、こちらに関しては、今かなり需要が上がってはいるんですけども、需要がどうしてもピンポイント、っていうところですね。まあ、レガシーの一部のデッキにのみしかし、ほぼ使用できなくって、EDH ではね、そのウィッシュボードっていう概念がないので、EDH 需要もないっていうことを考えると、この特需がなくなると、価格が落ち着いていく可能性は高いんじゃないかなというふうには思ってますね。よって基準としては、500円以下であれば買い、1000円以上で売りぐらいの基準がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、では続いて今週の第2位ですね。今週の第2位はこちらになります。はい、今週の第2位はカラカスになります。こちらに関してはね、意外にも初登場なので、こうご紹介すると、伝説の土地で、タップで白マナを加えると。で、タップで伝説のクリーチャーを対象とし、それをオーナーの手札に戻すよということで、デメリットなしでね、白マナを生み出しつつ、レジェンダリークリーチャーをバウンスできるというね、非常に優秀な土地となってます。で、こちらが今急激に注目度を伸ばしておりまして、その理由の大部分としては、モダンホライゾン2で登場したラガバンに対して非常に強力な牽制となるからですね。で、もちろんね、ラガバン以外にも仮想敵としては、ホガークだったりウーロ、あとはマリットレイジ、あとはエムラクールなど、レガシーでね、強力な伝説のクリーチャー非常に使われますので、ラガバン以外にももともと非常にね、強力な牽制となるカードだったんですけど、ラガバンの採用率が異常に上がっていることもあり、こちらに白羽の矢が立っているような状況となります。で、その結果なんとですね、現在レガシーでの使用率が驚異の 48% で、使用率ナンバーワンという形になってるんですよね。
で今ね土地のね採用率でいうと2位が不毛の大地で3位から5位が青系フェッチランドっていう状況なんですけど、まあ、その2つよりも今採用率が上がっているような状況で、まあ、この数字からも今ねいかにラガバンが強力で、対策しなければならないカードになっているのかっていうところを物語ってるんじゃないかなというふうに思いますね。ということで今注目度が上がっていて価格が現在5400円まで高騰しております。でこちらに関しては正直ね今の勢い考えるとまだ伸びていく可能性あるとは思うんですけども、基本的には売り目線の方がいいんじゃないかなというふうに思ってますね。理由としてはねまず海外の価格を見ていただきたいんですけども、海外の価格が現状37ドルということで日本よりも1500円程度安い水準にあるんですよね。で、こちらに関しては、レガシーナンバーワンというね今も土地の実績を持ってるんですけども、採用枚数の方を見ていただくと分かる通り、平均採用枚数は 1.2 枚ということで基本的にはピン差しなので、需要の絶対数が意外と少ないんですよね。で、カラカスも EDH では禁止カードに指定されていて、まあ理由としてはね、もう EDH だとそのジェネラル全部手札に戻しちゃうので、まあさすがに強すぎるということで、禁止推奨扱いになってるんですけども、これによって、その他フォーマットでの需要がこれ以上伸びづらいというのも、まあネックのポイントかなというふうには思いますね。で、そしてさらには、対ラガバン需要で注目度が上がってるってこともあって、ラガバンが今後禁止になってしまった場合とかに関しても、これもまた下落要因になってしまいますので、不要な方に関してはあまり欲張りすぎずに、今このタイミングで売ってしまってもいいんじゃないかなというふうに思います。よって基準としては、少し厳しめに、4500円以下であれば買い、5000円以上で売りぐらいの基準がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、では続いて今週の第1位ですね。今週の第1位はこちらになります。はい、今週の第1位は鉱山の月ですね。こちらはね初登場のカードになりますので効果を説明すると、1マナのエンチャントで鉱山の月が場に出る際し、基本狙い土地カードのカード名を1つ選ぶよと。で、対戦相手がコントロールしていて、その選ばれた名前を持つ土地は、すべての土地タイプと能力を失い、タップで好きな色のマナ1色を加えるを得るよ、ということで、まあ、非常にね、ピンポイントな対策カードではあるんですけども、こちらに関してはね、もう最近ずっと紹介している、ウルザの物語への対策カードとして注目が集まっているような感じですね。で、まあ、土地のね、対策カードといえば、他にもね、有名どころで、地染めの月がね、ありますけども、ウルザの物語はね、1ターン目に出てきてしまうと、3ターン目にはね、最終章が誘発してしまうので、まあ、後手だとね、地染めの月では間に合わないというところで、鉱山の月の方が採用率が上がっているような状況ですね。で、結果、現在モダンの使用率、14% ということで、最も使用されている呪文の、ランキング、22位まで上昇しているような状況となります。で、その結果、現在の価格が780円という形になってますね。で、こちらに関してはね、まあ、剣もしくは売りでいいんじゃないかなというふうに思っていて、で、理由としてはね、まず海外の価格見ていただきたいんですけども、海外の価格が現状 7.21 ドルということで、日本と海外ではほぼ同じ水準となってるんですよね。で、今ね、やっぱり特需ってものがあるんですけども、まあ、これに関しても、ほぼね、ウルザの物語一本釣り用の需要なので、これもまた禁止改定が起こると、釣られるように、需要が下がってしまうカードの筆頭なので、基本的にはする。で、不要な方に関しては売ってしまってもいいんじゃないかなというふうに思いますね。で、よって基準としては、500円以下であれば買い、で、800円以上で売りぐらいの基準がいいんじゃないかなというふうに思います。はい。というわけで今週の注目カードランキングは以上となりましたが、いかがだったでしょうか。今週はね、まあ、先週に引き続き、ウルザの物語、そしてラガバン周りの対策カード関連に注目度が集まった週でしたね。まあ、なのでね、先週にもお伝えしましたけども、対策カードの高騰っていうのは、まあ、個人的にはね、禁止改定の黄色信号だと思ってますので、こちらに関しては引き続き注意しておいた方がいいんじゃないかなと。いうふうに思います。で、冒頭に言ってたね、史上最大のアナウンスについての、個人的な見解に関してなんですけども、結論からね、先に言ってしまうと、個人的にはね、今回のアナウンスは、ユーザーにとってポジティブな内容だと思ってます。で、その理由としては、まずね、この件に関しては、基本的にそのユーザー目線で物事を考えるのではなく、ウィザーズのビジネス目線として考えるべきだというふうに思っていて、まあ、要は、そのマジックがね、もっと盛り上がって、ウィザーズとしても今後継続的に利益につながるようなアナウンスになるんじゃないかなというところですね。で、そういった目線で考えるとまずね一番ありえないのはテーブルトップのマジックのサービスが終わるという件で、まあ、これに関してはねもう昨年からコレクターブースターだったりシークレットレアなどね新たな試みを行ったことによってウィザーズはね実は過去最高益記録したんですよね。
まあ、なのでビジネス的に見た時にそのテーブルトップでね大成功してるような状況で、テーブルトップでのサービスを中止するっていう選択肢はまずありえないとは思います。で続いては、再録禁止ポリシーの改変ですね。でこれに関しても個人的にはほぼありえないと思ってますね。でこれに関してはもう前を言われてることではありますけども、まあ本社のあるねアメリカは、訴訟大国であり、まあ、一度ね決めたポリシーを変えたら待って、とんでもない騒動になることは間違いありません。でもちろんねそのアメリカ以外でもそのマジックを取り扱ってるショップへの影響がもう本当に凄まじいことになってしまって、それの結果ね取り扱いをやめたり下手したら閉店という可能性も全然あると思うんですよね。まあなのでセカンドマーケットへの影響がまず凄まじいことになるっていうところ。じゃあユーザーはそれで喜ぶのかっていうふうに考えたときに、まあこれに関してはねもちろんその再録禁止カードを持ってる人と持ってない人によって意見が分かれるとは思うんですけども、これもね先ほどのビジネス的な目線で考えたときに、だから今後いっぱいマジックにお金を使ってくれるプレイヤーっていうのはどっちのプレイヤーなんだろうという話になるわけですね。確かにね最近はそのアリーナのねスマホ版が普及したことによってまあ新規プレイヤーも増えてはいるんですけども、まあ、やっぱり大多数は昔からねマジックに触れていて、歴の長いプレイヤーが今のマジックを支えているような状況なんですよね。まあ、なのでそのメインターゲットを裏切るような行為っていうのはまあ本末転倒というか、まあ、ビジネスとしてまあものすごくリスクを含んでると思いますので、さすがにその選択肢は取らないんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、ただもしその本当にわずかな気の迷いでポリシーを変えるという告知があったとしても、これに関してはねすぐに移行せずに、かなり長い猶予期間を設けた後に改変するような対応を取るんじゃないかなというふうに思いますね。でどういうことかというと、まあ、要は、まあ、5年後に、再録禁止ポリシーを撤廃しますみたいな感じですね。でこうすれば、目先のね大暴落っていうのは防ぎつつ、徐々に市場を慣らしていくことが可能なので、まあ、万が一やるとしたらこういった対応なんじゃないかなというふうに思いますけども、まあ、それでも個人的にはほぼないかなというふうには思ってますね。まあなので今回のアナウンスに関しては、まあテーブルトップ関連で言うならば一番濃厚なのはまあ来年のスケジュール関連かなというふうに思いますね。現状ねまだ来年の販売スケジュール公開されてないので、ここが今までとかなり変わってるかめちゃめちゃ豪華みたいな感じなのかなというふうに思いますね。まあなので、僕らにとってもねもちろん喜ばしい可能性もあるんですけども、まあウィザーズにとって最大のビジネスチャンス的なニュアンスなんじゃないかなというふうには思いますね。であとは、まあ、コロナによってねまともに紙の大会ができてなかったこともあるので、スタンダードローテーションの延期とか、まあ、プロ制度がね今ちょっと一旦あのおじゃんになってるところもあるので、まあ、新たなプロ制度の発表とか、まあ、あとは、まあ、これはまあ前から言われてましたけどネットフリックスの映画がもうできたよとかそういう発表かなというふうには思いますね。まあ、なのでいずれにせよ、内容としてはまあポジティブな内容なのではないかなというのが、僕の見解ですね。まあこれに関してはね、ほんと賛否あると思いますので、まあぜひね、皆さんの意見も聞かせていただきたいので、ぜひコメント欄で教えていただければと思います。はい、ではこの動画が良ければ、チャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いいたします。じゃあね、バイバーイ。